フォックスって初音よな。うん、あ、かわいい、ゴールデンゴール、でっけえ、めっちゃいい子、かわいい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 、めっちゃかわいい。はい、みなさんこんにちは。今日はこちら私の妹です。もう目腫れとるんやな。理由は泣きました。さっき泣いたから。あ、残してないよ。残してない、残してない。2時間ぶっ通しぐらいで泣いとったしな。すごいな。脱水症状だるやね、それ。で、コーラって、うん、コカ・コーラやが。うん、で、もともとコーラ作られたのってさ、まあそういうことで、あの今日は夏休みなんで、私がね、で日本に帰ってきたから、まあ久しぶりに妹に会ったっていうことなんですけど、なんかマックが食べたいらしいから、だからちょっとまあマックとか、マック買いに行きます今から。はい、なんかえ何なんか音楽、踊り歩くね、それの歌の。踊りは分からんけど、踊りはやっぱりあれやろ、なんか最近アメリカのニューヨークとかでさ、デブのアジア系の人が踊ったりとかしたりさ、日本語のアニメみたいな曲なんか、みたいな、全然今覚えてない。全然分からんかった今ので。あのもう来てない、来てない、右側は上に入ってよって、パーキングなら。あ、これ、あ、ここに入りゃいいか。で、2キーか、うん、まあいいか、いや、いいや、いや、いい、え、大丈夫やろ、大丈夫やろ、どうやってサービスエリアに悪いか。はい、ちょっと何頼むか先に決めんと、ごたつくからドライブスルーするとき。いや、あれ持ってる、クーポン。ん、クーポン、マックシェイク、夕張メロンとかあるよ。あ、マックシェイク、スパイシーチキン、マックナグットあるよ。ナグット鼻水出た。うわあ、日本のマック最高。え、ご飯にするんやろ、ご飯、ご飯食べてみたい。マジアメリカのマックってさ、ちょっとしょぼいからさ、驚くことに。だから日本のマックってすごい。あるんかな、ずっと食べたかった。お米バンズ。え、ねえ、ない、なんか書いてないよ。え、ずっとあるイメージだったけど違うんじゃ。モスバーガーにはあるらしい。ここマックカフェ始まってるよ、確か。もう何、マックカフェ、スムージーとかある、マックカフェ。マンゴースムージー、ケーキ結構あるんよ、種類。昨日知ったけど、興味ならねえって言うよ。いいよ。ねえ、ねえっつってねえし。ベビーチーノってなんなんやろ。キッズにもちょっぴりカフェ気分を。って。なんか通常のやつしかなくね。スペシャルなくね。スペシャルだから平成復活バーガーだって。平成復活ね。それかこのあれやろ。スパイシーチキンやろ。スプライトあるの？なんでずっとあるが。え？なんか靴下の。お米食べたかった。お米の骨、お米じゃねえわ。お米の骨。足の骨の部分黒いんやけど。ちょっとどうしよっかな。なんかサイド分ける？ポテトとナゲットを2人で分けるみたいにする？ああ、いいよ別に。え、だったらさ、ポテト L ってこと。どっちでもいいよ。でもナゲットもあるからな。まあ別に。ナゲット5ピースしかないの。買ったの。そっか。了解です。なんか15ピース頼んでもいいけど、食べれるなら。食べれるかな。食べれる？別に残してもいいよ。あとで温めて食べる。了解です。え、昼のやつってさ、今も食べれる？食べれる、もう夜マックになってる。え、頼めんの？昼のあれとかないよ。あ、頼めるよ普通のやつ。うん、バイマックもあるよっていう。ま、ナゲットさ、うん、普通のかさ、あれどっちがいい？スパイシー絶対嫌だ。嫌なの？うん、これさ、なんかアメリカのマック食べて、うん、毎日、うん、10キロ痩せた人おるらしいな。不健康になってました。日本のマック毎日食べて脳みそ半分脳なった人おるんよ。ちゃうわ、体半分麻痺った人おるんよ。これにする？いや、あれの中でもクーポン言うわ。一度につき2つまでってどういうことなの？クーポン2つしか使えないの。仕事？え、知らん。ポテト L で取れる？2人で L は取れるかな。いや、でも2人で取ったら M ちっちゃいか。 L やろ。は？ L にするって取ったか。 L。 あ、そう、 L やろ。うん、スイーツとするんじゃん。そう、スイーツ、スイーツ食べたい。なんか別になんかアイス系とか溶けるしな。あ、いいや、パルもあるもんね。じゃあクーポンの準備で OK？ うん、OKOK。 あっち、なんか今日はエアコンキス臭すぎてゲロ出そうになったんやけど。何のケツ？エアコン臭すぎて。あ、あっ
ちゃう。結局バーガーは何さん？あのブラックペッパー。ジューシーチキン。うん。2の人見てやったのよ。あ、ジューシーチキン。だって毎日見てるもんメニュー。なんで？マック大好きだ。え？サワークリームレモンソースとかある。ソース。それにしよう。それはスパイシーチキンの時やろ。うん。あ、うん、待って、何だっけ。ジューシーチキンでしょ。ジューシーチキンブラックペッパーのセットで、タイドをナゲットで、バーベキューソース2つ、はい、あと何だったっけ。卵ダブルの何がいいわ。卵ダブルの、はい、何セット、セットコーラの L、 コーラ L で、ポテトは M でよかった。あ、ポテトも L でと、クーポンって使えますか。使えるって。あ、大丈夫ですよ。スパイシーチキンマックナゲット。じゃあ506番。あ、506番。506番。で、それと、サイドサラダを一つ。サラダドレッシングはごまと玉ねぎございます。ごまでお願いします。ドリンク車内でお飲みですか。いや、車内では飲まないです。かしこまりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。うん、普通に最初さ、こうやって見て見ようって、だんだん間違い探しみたいに変顔してて、徐々にこうやってするんじゃなくて、こうやって結構早かったな、変わるの我慢できんかった。はい、ポテトはあとこんぐらい。何のやろ。 L か。食べ過ぎんなよ。食べ過ぎてないし、もうこれで一旦終了。まあとりあえずちょっと家に帰って食べるんで、お楽しみに。卵ダブル、かわいいとこだ。映ったん。映ったね一旦出して、ありがとうございます。バン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 。これ光大丈夫？大丈夫。ちょっと明るくしようか。いや大丈夫。間違えた。いや大丈夫。さっきので。三。待ってよ。これ全然ちゃんとしないよ。出していいよ別に。うん、あ、ストップ。三、二、一、アクション。はい。帰ってきましたー。はーい。YouTube 降りそうやね。ダメかこの作ったら。え。ココちゃんも今日は参加ということで。真ん中座ってる。かわいい。もう座ったココちゃん。かわいい。うわ、何これ。ギョロギョロしとる。ココちゃん。かわいいや、ココちゃん。これ、うわ、あの飲み物の下にさ、引いてくれん。ごめんなさい、なんか分かるんやけど、環境汚染のあれでプラスチックじゃなくて紙のストロー増えてきてるが、でもな、想像するだけでな、あれが立つんよ、鳥肌。竹のやつは好き。じゃーん、竹の鳥肌じゃねえよ。いただきます。食べていただきます。いただきます。ココちゃん落ちるよ。ちっちっちゃ、気になるの。いただき。落とさんようにな。うん、ココちゃん落ちるよ。体の格好すごい。ねえ、なんかさ、うん、待っとるくね。絶対待ってる、これ待ってるわ多分。スポンジボーブ、スポンジボーブ、スポンジボーブ。挟まってて、もしどっちかを選べって言われたら、うん、坊主かパンチパーマ。坊主。それは坊主か。さすがにパンチパーマやばくね。やべえな。見よる人とどうしよう。パンチパーマの人が。男の人ならいいが別に。確かに。じゃあ、うん、海の中に住むか宇宙に住むか。それ海の中はもう住めねえやん。いやいやいや、住めるとしてスポンジボブみたいに。ああ。じゃあ絶対海の中やろ。あ、でも家はない。あんなしっかり家はなくて、スポンジボブみたいに、うん、
魚と同じような感じの住み方、自分で物の中とかで住むみたいな。で、魚ってことも、あ、魚と同じ住み、あの生き方、あ、人魚みたいな感じ。じゃあ魚って選択肢はないよ、海の中か。海、あ、海だって、もうおかしくない、なんか質問なんでだってさ、裸で砂漠におるか北極におるか、なんか寒いところか、めっちゃ暑いところ。砂漠やろめっちゃ暑いよ、灼熱。めっちゃ暑いけど、めっちゃ寒いが。いや、もう本当に寒かったら熱中症でカラッカラッ。北極はもうカピカピやが、え、カチカチやが。あ、確かに。いや、それはどうかな。でもさ、さっき言ったが坊主かパンチパーマか。うん、坊主全然ありやね。坊主はあり、おしゃれに。うん、そうそうそう、できる、できる。で、パンチパーマはできんよ、おしゃれに。絶対この格好にパンチ角刈りぐらい嫌やわ。あれ、角刈りがパンチパーマ。うわそれは。うわ、これ一番際どいな。パンチパーマ、パンチパーマしてる人だったら、あれ、あ、似合っとったらいいもんな、それみたいに。カバーできてない。いや、角刈りかパンチパーマやったらパンチパーマかも。え、マジ？だってパンチパーマってさ、うん、なんかこういうのやが、うん、いっけ、うん、なんかまだだいぶついてる感じよ。いや、まだいけそう、おしゃれって言えば。あー、角刈りはもうなんかさ、顔もなんか長く見えるわ。確かに。あれ、普通に王道な質問、愛はあるけどお金はないか、お金はあるけど愛はないか。あー、くっせーショット。どういうこと？ちょっと臭くね？なになに？ねえねえ、臭き女らしいや、臭っ。ん？いや、なんかめっちゃ泣くやん。バキュームかわいいな。なんか排水口みたいな匂いしてからさ、外から来とる、まあ、外から来るわけねえか。うわ、ねえねえか、おならしてここに溜めとったよ。うわぁ、ここじゃ来た、ここじゃ来た、ここじゃ来た、なんかねぇ、ここじゃ来た。なんかこうやって多分ちょっと動いた時に結構環境汚染系の匂いしたね。ここちゃんが心配。ここちゃん、ここちゃんおいで。うわ、くっせぇ。びっくりした、くっさ。おれぇ、したらこっちからしたらめっちゃおもろかったよ。外だと思ったよ。いや、思ったよ、なんか結構飲み屋街とかのさ、なんかマンホールの辺の匂いした。え、王道なの？あ、愛がある、あれか、うん、愛はあるけどお金はないか、お金はあるけど愛はないか。どんぐらいのお金のなさ、それによる。え、もうほんまない。もう自分ばっかり働かないで、あ、そいつも働けない。もうギリギリ、普通におかしいレベル。食事もめっちゃ考えていく。もうボロかす。やべえやろ。くっさ、え、は？してないし。まだ溜まってるやつ。そ、パフパフやめてや。それで出るかもしれんや。え、オッケー、せーの、お金がある。なんか後出しみたいになった。なんかお金しか興味ねえみたいな。あれやが、見て、映るが。誰が何が？誰が。いや、絶対誰でもそうよ。なんか変な。いやいや、そう、恋愛とは限らない。なんかその話はしたんよ、みんなで、うん、大阪の子たちと遊んでた時に、うん、もうマジでなんかまともな彼氏とかはまだあんまできたことない子がおって、で、そのあれなら3人は絶対お金だったの、即答で、うん、でそれちょっとまとまれ恋愛してことないけど幻想を抱いてるから。その子は、え、あいっていう。いや、お前こんなんなんや、その言い方悪意やな。こんなんなんやって。え、あいがいいって言うよ。そんならそのめっちゃおもろい友達が、え、どんだけ愛はあってもお金はないし、お金で愛は作れるし、みたいな。愛があっても喧嘩の理由はお金よ。お金の余裕は心の余裕よ。言ってみんなでなんか、ああ、やっぱそうだな、みたいな。心に余裕はできるよな。そう、だって結局ほんまにその子が言うみたいに、愛はあってももうこれ今月どうしたらいいんだこれって言って、もう喧嘩するんで、子供がおったりしたらさ、絶対喧嘩するのはお金のことやん、まずは。で、お金があったらなんかできるやん。まあでもねえねえはやっぱお金があったら健康は変えると思う。ああ、検診とかな。検診とかもそうやし、食べ物も確かにやっぱオーガニックとか、うん、そういうのって高いわ、ちょっと。結局こういうのは安いものやもん。そうそうそう、あの健康のもって結構高めだったりするから、うん、やっぱ健康は変えるなって思うな。意識すればなるもんな。
意識すれば。まあでも医療とかもさ、例えば大きい病気になってもさ、お金払ってできたりするが、うん、結構高額の手術とかあったとしても、うん、お金があったからみんな健康ってわけじゃないけど、うん、意識すればいろんな使い方ができるもんな。選択肢が増えるよな、うん、まあ選択肢は増える、お金があれば、うん、結局たどり着いたのはでも愛はないから、うん、幸せ充実さで言ったらお金あるからいろいろすることはあるけど、うん、愛がないから感情はないやん、ここに。うーん、お金で愛は別に生まれんが、でも愛があってお金がない方は余裕はないやん、心に。でもつながり合ってるが、友達も含めて出た答えは、え、じゃあめっちゃお金あるやつと結婚して生活充実させてお金ないやつにお金払って遊べば最低めっちゃおもろくね、最低出してあげなよ失礼します。あ、親知らずの人、ああ、あの、やめてやめてやめてボゴちゃんやめて、有機物。ココちゃん、ココちゃん、それやめてや、やめてや、ココちゃん、それやめてや、ココちゃん、ココちゃん、爪でさ、ココちゃん、ココちゃん、あ、それやめてやめて、やめてやめて、ココちゃん、ココちゃんやめて、ココちゃんが食べてしまうかもしれんが、そしたらココちゃんのさ、お腹にも悪いしさ、あやのも嫌な気持ちになるしさ、だからそういうのはやめてほしい。わかった。オッケー。英語の方が好きだったけどこっちもいい。フレーズの方が好きだった。どういうドラマに出演したい？じゃあどういう、何ドラマに出演したいと思ったんだから。じゃあするとしたら。だからもうしたくないから想像もできんのや。したくない。うん、じゃあ医療系のドラマか。したくないんや。じゃあ絶対選ばんときゃ。ああいうのって出たくて出たくてたまらん人たちがいるね、選ばれし者が。いや、そうじゃないかもしれんよ。そうだ、嫌で嫌で仕方ない人出てるかもしれんか。じゃあ医療系のドラマか恋愛系のドラマか、うん、恋愛系やな、いじめ系のドラマかサスペンス。あ、サスペンスみたいえ、何役でちなみに。え、だ刑事のモブみたいな。あ、うん、だから科捜研の女で科捜研、あ、じゃあ研究する系。うん、いや、だからもう消去法ね、人を考えるじゃあそれやらせてあげるわ、その役。いいわしたくなくて、いやいやいやなんのいやいや、おめでとうございます、選びました洗顔泡だったねみたいパパさ、うん、それで思い出したのが、洗顔ってさ、まだいたいここにあのこうチューブ状のやつはさ、ここに溜めて、うん、水やってこう、なんかシャーってここで泡立てるみたいなのが、うん、ほぼそういや、じゃあ手洗いの延長や顔用じゃなくて、そうそう、ちっちゃい時に一緒にお風呂とか入る時にやっとっておかしくねって思ったけど、もう言わんかったくせに。多分知ってる、冬になったら乾燥するわ、みんな肌ほんでそれでこうやってニベアをさ、化粧水とか塗らんからパパ絶対知ってるわ。ニベアをさ、こうやってこうやってもうこうやってこうやってめっちゃ塗るんよ、ずっとあと、え、じゃあ知ってる、ワセリン。ちっちゃい時はずっとそうやったやん、うん、うわーうーんだったか、うん、それが進化して今ベビーワセリンを鼻の穴に塗るやんよ、うん、あ、そう。でも、まあ、なんで鼻の穴に塗るんか知らんよ、まず、うん、面白いのしてない、うん、これが綿棒で塗るんよパパ、うん、出して絶対血ついとるえっとお映画一緒に振るで酔っ払っとったんやんか、うん、酔っ払っとる時やっとって、はい、血出てもう私は眠たくてたまりません。だって今何時かというとね、8時43分はい、やっと時差ボケが治ってきたぐらい。昨日も10時に寝たけどな、朝7時に起きるっていう。それでということで私たちはお風呂に入って寝ます。まだ寝んけどな、さすがに。あ、まだ寝んの、うん、ねえねえ、でも起きれん気がする。ねえねえ、もう寝たくない、まだちょっと起きてくれん気がする。どういうこと、どういうこと、起きれんかもしれん、寝たくないねえねえはまだ寝たくないよ、もうちょっと夜を楽しみたいけど起きとけれんと思う。っていうことで私はもうお風呂に入って寝るので、明日の準備をさせていきましょう。皆さん久しぶりの妹姉妹お姉ちゃんのコンビを見てくれてありがとうございました。さよなら。バイバーイ。おい、バイバイって言え。バイバーイ